は水曜日です。福岡の天気は日中は晴れのち曇りの予報です。朝早くいつものようにネットカフェに行きました。今日は9月に福岡へ来た時、海側を沿って海八幡宮へ行こうと決めて動画を撮っていたのを流します。博多湾へ流れる海側をできるだけ沿って走っています。日本の田舎の風景をご覧ください。これは海八幡宮の道中動画です。今回は海八幡宮は見れませんが、次回アップしますのでよろしくお願いします。しかし事前にウィキペディアで海町と海八幡宮の記事を読み上げます。ではどうぞ。海町とは出典フリー百科事典ウィキペディアより、海町は福岡市の東南東にある町で春日郡に属する地理、福岡県の北西部福岡市の東南東約 15km の場所に位置する、福岡都市圏に属する町の一つで、町の北部北西部の平地は福岡市のベッドタウンとして開発が進んでいる。町の南部東部は山地で、特に南部の塩路山はハイキングコースとして人気がある。また町東部の三群山は福岡県の代表的な登山コースとなっている。以下地名等の途中文は省略します。歴史、日本書紀古事記の記述では、神宮皇后が朝鮮半島出兵、三冠征伐の帰路に応神天皇を出産した地とされ、これにちなんで海に通じる海という地名が付けられたと言われている。また新井白石が五子通惑文で指摘して以来、音が似ていることから魏志倭人伝で邪馬台国の童貞中に登場する文国に否定する説もある。途中省略します。産業、かつては石炭産業で栄えたが、昭和30年代のエネルギー革命により衰退。現在は農業、林業、観光業が主産業となっている。また町中央部には早見工場団地、若草工場団地が建設され、工場や事業所の誘致を図っている。以上で読み上げ終了します。海八幡宮とは出典フリー百科事典ウィキペディアより、海八幡宮は福岡県春日郡海町にある神社である。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。安産の神として信仰される。祭神、応神天皇、神宮皇后。社伝、電子損傷によれば、神宮皇后が三冠征伐からの帰途に応神天皇を生んだ地に、離脱天皇3年に応神天皇を祀ったのに始まる。海の地名も海に由来するものである。平岩清水八幡宮と本末関係となった。鎌倉時代初期から安産の神として信仰されるようになった。別当時も海山誕生寺と称していた。明治5年に尊社に別格し、明治24年に県社に昇格した。施設、境内には神宮皇后が出産の時にすがりついたという小安の木、応神天皇の産湯に使ったと伝えられる産湯の水などがある。境内松社湯戸の殿の前には小安の石と呼ばれる拳台が納められており、妊婦は安産を祈願してこの石を持ち帰り、出産後は別の新しい石を添えて返すという風習がある。文化財、重要文化財、国指定。筑前の国、塩路跡京塚郡。出土品、明細は皇室。天然記念物、国指定。湯蓋の森、絹掛けの森、クスノキ。Thank you.
でしょうか。粕屋町から締め町を経由して海町へと向かう動画でした。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りいたします。